東京ヘッドラインは株式会社ヘッドラインが発行する無料のタブロイド新聞である。紙面ではニューススポーツ、音楽、ライブ、東京カルチャー、芸術、舞台などエンタメを中心とした様々な情報を掲載している。配布エリアは都内23区中心。主要駅構内やヘアサロン、カフェ、CD ショップレンタル店。 飲食店など1400カ所に専用ラックを設置し、無料配布している。2002年にヘッドライントゥデイの名で創刊した当時は日刊だったが、同年11月に現代に開大し週刊発行となり、2013年5月から各週発行、2017年9月から月刊に移行している。短期間での週刊化にあたっては、 実績がなく広告主からの出向が見込めなかったこと、既存の駅売店への影響を恐れた多くの鉄道事業者からハイフラッグの設置を断られたこと、記事配信は有料紙を優先し、配信を断られたことといった事情が挙げられる。東京発信のエンターテイメントフリーペーパー。表紙には AKB48 や EXILE などの芸能人を起用している。ニュースからスポーツ、 映画や音楽などのエンタメ情報など多彩なコンテンツを持つ。ニュースについては東京5 w e e k s トピックスというコーナーで2週間前から3週間後のニュースをダイジェストでまとめている。またニュースヘッドラインで目で見るニュースや気になるキーワードの解説、話題を集めた発言など日常で使えるニュースを掲載。エンタメでは著名人のインタビュー記事や 芸能人のコラムを掲載している。東京 FM で放送中のジャパンムーブアップに番組一社提供をしておりその旨もコラムになっている。フリーペーパーの意義とその可能性、多様化するメディアの中で野口和樹地域文化政策研究第5号。高崎経済大学地域政策学部、友岡研究室。2021年1月24日閲覧。 ヘッドラインに関するカテゴリー、ありがとうございます。